村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。ですね、先日からちょっと興奮気味になってます、今更ということなんですが、カシオが発売している iPhone アプリ、コーダナコンポーダーというね、ソフトですけれども、これがとってもすごくて、僕の Facebook にもいろいろちょっと作ったものとかを載せてます。これで作った、作品は、その鼻歌モチーフを歌った人間に、既読するということを歌唱が言ってますので、とってもね、ありがたい、ありがたいね、本当にオリジナル曲がすぐに作れるというようなソフトです。先日 Facebook 専用の動画でですね、メールで、送って、 iPad からですね、そして、この DAW で開けれるというところまで、見せたんですが、せっかくなので全部のトラックですね、チャンネル2から10まで、来ました。そのチャンネル2から10までですね、これ2から、はい、最後10は、ドラムスなんですけれども、ミディのチャンネルに割り当てて、来た動画をですね、一つずつにこう、1番はシンセ、2番はバイオリンとかね、で、このチャンネル4番がメロディーとして来ました。これまだいつでもこの並びで来るのか少しちょっとわからないんですけれども、そして次こういろいろ聞きながらですね、これはまあ多分エレキギターじゃないかなとか思いながら、そして、こうソロ、こうソロにしながら一つずつ、こんな感じでいいかなとか思いながら、これはアコギですけれども、アコギはそして、ピアノですね、ピアノちょっとやってみましょうか。アコギとピアノ足してやりましょうか。少しばかりちょっと専門的になりますけれども、これですね、この下の方、画面の下の方を見てもらいますが、このですね、いわゆるこれベロシティ、と言います、ボリュームのことです、ボリュームがですね、この一個一個のピアノのタッチが全部今までのこういう自動作曲ソフトだったりしたらもう一定になってしまって、とっても面白くないんですけれども、ちゃんとこう一個ずつですね、強さがちゃんと再現されているというね、とってもうまくできていると思います。例えばじゃあこれにこれ削りまして、じゃあドラム鳴らしてみますが、それでですね、今音源としてはこのドラムとギターとをこう分けて入れたりしております。ドラムはドラムでこうミキシングしていってですね、これ今キック触ってます。ちょっとシンバルやかましい感じですよね。こんな感じで、バランスを、そしてこのリバーブとかまでもですね、向こうから、制御するようなミディのコントロールコードが送られてきています。こ
これがドラム、まあ、ドラムがまあいいとしまして、次に一個一個ベースですね。ベースちょっと聞いてみましょう。ベースはチャンネル9ですので、ここに、9のところに、はい、モータウンプレジオンベース、これをこれですねを入れています。この使っている音源はマルチ音源のサンプルタンクというソフトを、まあ、連れて、やってるんですけれども、これも一個一個ミキシングができますので、ベース、まあ、一個ずつ聞いててはなかなかわからないんですが、ちょっとベース出し気味にしましょうか。一つずつ出していきますね。8チャンネル、今出したのがメロディーです。バイオリン出します。シンセパッド。ドラム出します。どうですか、素晴らしいじゃないですか。ということで、もうマスタリングまでやっちゃいましょうかね。はい、ソロ全部外しました、全部ね。そしてこの一番上だけこう開けてますでしょ。これは一番のところにはですね、音源としましてはピアノを入れてあるんですよ。なぜかというと、初めねわからない時はチャンネル1に流して、あ、このフレーズだったらバイオリンが合うかなとか見るために、一番だけはもうグランドピアノをこうやって入れてあります。そして、まあ、フレーズ聞きながら、じゃあこの楽器を割り当てていこうって感じで、今回はエレキギターだけはですね、エレキギターもそうか、サンプルタンクのを使ってこうシンプルに、やってみました。じゃあこれにミキサーで、マスタリングをやってみましょう。はい、人工知能、もう何でも村長の場合はですね、簡単なものは使い倒すという感じでですね、やってみます。皆さん今日は CD じゃないのでストリーミングの方にしておきます。そしてはい、これで、
と音圧高いのでちょっと落としときますね。はい、で僕はもうセオリーでですね、この得意なヴィンテージ EQ とですね、そしてイメージャーを出すというのが、僕なりな手法でして、イメージャーで、広がりを作ります。ちょっと見ててください。ちょっとハイの高いところを切ります。はい、どうでしょうか。600円のアプリでですね、ここまでのことができます。もちろん iPhone、iPad だけででも今の音とそんなに変わらないわけですけれども、DAW の方に、持ってくるとですね、もう例えばメロディーもやっぱりもうちょっとこう編集かけようかなとかですね、いうことも自分で、こうできるわけですから、こうやってね編集一つ一つできますから、そしてもうここまで来ればね、本格的にやっている方にとっても締めたものというか、そんな感じで、このすごいすごい、高田なコンポーダーをですね、今まで3年間知らなかったということで、なんか寂しいような、まあでもちゃんと使えるようになって楽しいような、皆さんも一度、600円ですけども、よかったら入れてみてください。もう本当にすぐに、作曲そして、アレンジまで、できる優秀なソフトです。村長でした。